はいいどうもオクポンでございますえーとですねこれねうーんビットコイン下げてるじゃないですかこれあの実はこれ話したことあったかな2月のに下げるよっていうお話が実はあ暗号通貨っていうよりは投資仲間から出てたんですよ。で この2月ってのは暴落するからっていう話を実は聞いてたんですね。これ話したことありましたっけひょっとしたらないかもしれないんですけども、この2月ね、まあ本当に私悪運が強いなって思うのは、あの借金をしようとしてる資金ってまだ入ってないんですよ。うんで まあイーサリアムの方もちゃんと i c o 用は避けてましてで、イーサリアムもイーサリアムで今コインチェック上で11万6000あるので、十分ね、8枚今避けてるのがあって、必要なのは50万円分なんで、全然多分耐えられるんじゃないかなと思ってるんですけども、耐えられなかったらエイダを外してね、しっかりとフォローするんですけども、 っていう感じでまあ動いててまあエイダなんか6%しか下がってないから他の今の今のねビットコインの数字を見てたら全然話にならないぐらいなんですよねこの6%の下げってでもまあエイダの方も今4600なんで昨日が5000ぐらいおぐろうろしてたのかなでまあ下がってるのは下がってるんですけどもこれ実は 1、うん、一本前にお話をした、エイダの予想数字っていうのが出てて、まあ、今年の末が確か6ドルぐらいだったかなっていうお話で、で、そこからあれよあれよっていう感じで上がってくっていう話にはなってるんですけども、まあ、全然これは許容してるのかなっていう感じですよね。今、どのぐらいだろう。うーん、まあ、50円ぐらいですかね。55円ぐらいかな。 だと思うんですけどもそこの部分、まあ、6ドルぐらい年末に6ドルぐらいだと思ったんですよでまあ異常に上がってってあのままね年末あたりであれば、まあ、10ドルぐらいいくんじゃないかっていうお話も出てたんだけどまあ年末にはひょっとしたら間に合わないかもしれないですねこれねうんなんでうん10ドルまあ当初の予定通りおそらく6ドルぐらいで落ち着くんじゃないかなと思いますね これが果たしてどうなるのかっていうのは正直わからない。わからないけど、あのー、まあまあ、そんな感じじゃないですかね。はい。で、まあ、ここに関しては、借金をね、えー、投じて、どっかのタイミングで、まあ、ブラックスワンブラックスワンって言われてて、で、まあ前、例年だと1月に一番下げるのが、もう4回くらい続いたのかな。 で、ビットコインの、まあ当時であれば、まあビットコインですよね。ビットコインの暴落ってのは1月にずっと来てて、で、まあ今年も例,例によってまた1月に落ちたわけですよ。でも1月以上に今2月ってのがこれ落ちるよっていうのが、実はあの投資仲間でね、そういうことを言ってたんで、気をつけた方がいいですよみたいな話は聞いてたんだけど、まあちょいと甘く見てた。で、まあ、甘く見てたんだけど、 ここで私が動こうとしてたのかって言ったら全然動こうとはしてなかったんで全然うーんまあ許容の範囲内なのかなっていう感じですね。で値段的には今100万円か。うん。ね。まあこれがどうなるのかっていうのは正直分かんない。でも本当につくづく悪運が強いなと思いますよ私って。でこれで200万どっかのタイミングで入れてたら全然なんだろうな。あー お金がね、そこでズボッとやられてたわけですよ。まあ、レバーはかけないでしょうけどね。うん。なので、まあ、そんな感じでね、ほんとついてる男ですよ。うん。ほんとつきがあるなって思います。で、まあ色々、ね、いろいろね、今下げてるタイミングで言、うん、うのは、Facebook のね、ICO だとか、仮想通貨のね、えー、広告禁止だとか、あとは、あまあ、コインチェック あこれ、明るい、明るいニュースかな。コインチェックの出金再開の見通し発表っていうことって、えー、まあ、出てたのと、あとは LINE ね。LINE が、要は暗号通貨のね、市場に入ってくるよっていうのは、これも言ったかな。で、まあ、カジノにビットコイン ATM 販売計画浮上っていう感じで、これ、明るいニュースね。で、ビットフライヤーリスク上場まあ、これは昨日のニュースと。 うーんと、SEC ・不正な ICO で仮想通貨資産を凍結、6日には、米上院議会で仮想通貨関連の公聴会がっていう話が出てたりとか、暗い話では、仮想通貨で韓国の大学生が自殺、過去8000万円の損失で自殺の縁から蘇った投資家、ま。あ あ片方は本当に、うん、自害してしまったのともう片方は8,000万円の、ね、損失を得ててもなんとかよみがえったみたいな,みたいな感じですよねまあ両地さんの場合はすごいですよ数百万円から始めて、えー、7あん数百万円から始めて7億まで上げたのかな株だとか先物をプッと、まあ、オプションの中のプットコールやるしプットとコールかなそうですよね でやるし、まあ、先物も,もやるし、あとなんかね、まあ、ドル円もやるのかな、ドル円もやってたのかな、当時。で、今は暗号通貨で、まあ、サイクルを、をうんね、ね、えー、っていう感じで動いてる、ビットコインで動いてるのかな。うん。まあ、感性がすごくて、まあ、ついてけない、次元的には本当についてけなくて、普通に売りもやるんでね。 だから下がりで儲けることもやるんで、まあ、さんの投稿はあ、ツイッター上でね、見てたら面白いんじゃないかなっていう、もう普通では考えられないようなことを、ポンポがポンポが動いてやるっていうね、まあ、あのー、なんていうのかな、本当同じ人間とは思えないぐらいの、動きというかね、 えなので、本当に、投資家、一投資家として、まあ私はね、会ってみたいなっていう感じはあるんですけども、まあまあ、どうなるのかっていうところですよね、涼子さんは。今後もちゃんとベンチマークをして見ていきたいなっていう、ツイッターではフォローさせていただいてるんですけども、まあまあ,あ、そんな感じで見ていきます。はい。フォローしてたかなまあまあ。 ですねでまあまあ喋りたいことは喋ったんですけどもあと喋ろうと思ったことを忘れてしまったです。えー、っとねうーんとねうん忘れちゃった。なんであれですねホリエモンの まあ番外ですけどうん、本当にね、外側の話なんですけども、堀江門万博のね、フォローを、ボランティア、まあ、今あ、手助けをね、頼んでるっていうことで、1、えー、本前で頼んだのかな、で、その前にもあったんですけども、もう明日に迫ってますんで、で明日ねうん、堀江門で、六本木集まれる方は、ぜひぜひっていう感じで、今、準備がま、ね、私のね、やり取りが間に合えばいいんですけども、そこがね、 間に合わなないいかもしれないんでちょっと、ね、そこが今お約束で,きないんで,すよで今つないでいらっしゃる方はなんとかつないで現地でね集合っていう形で、まあ、ボランティアそのまんま入っていただくような感じにはなると思うんですけども今、えー、Facebook のグループの中にこう何かね入れさせていただいて対応してもらってってで役割分担だとか、まあ、私は誘導だとかあと2日目は映画祭の方で、まあ、山田あさん の方にねもしかしたら会えるで間近で見れるあるいは本当に本当にねこう喋れるぐらいになったらいいなと思うんだけどまあさすがに。 万博っていうものでみんなチケット買ってね集まってくださるところの私がフォローとして入るもんですからそんなデしゃばりはできないのかなっていうただやっぱりね皆様と一緒にチケットを購入されて入られてる方々と楽しみたいなっていうのはあるのでまあ本当にご一緒できたらよろしくお願いしますっていうところですねまあ遊びにいらす方っていうかまあ本当に現役の現役の看護婦が あれは男子的にはねすごくまあそそられるというかやっぱりこう日,日頃ね介護をしてる方々の看護をしてる方々ねやっぱりその何て言うのかな女性の安らぎみたいなねやっぱり男心としてあるわけですよでその方が本当にうに楽しみながらねえお酒をまあ お釈はでできないですよ。商売になっちゃうんで、なんかね、風営法に引っかかるのかな確かね、お酒を注ぐっていうのは、私たち個人でこうやって、居酒屋とかだと、おできんのかな居酒屋だとダメなのかななんかね、縛りがあるんですよ。居酒屋ではだめなんだけど、スナックではありなんですよね。なんか縛りがあるんですよ。風営法のね。 でまあ、それで注いではくれないんだけど、まあ、一緒にねこうた話会話をするってことは可能なんでまあまあそういう空間異空間は異空間ですよね看護婦と飲み屋さん飲み屋さんではないんだけど酒場のコラボみたいなねで一緒に飲んで楽しむみたいなで山田さんもそうですよね映画祭でで他にもなんかアトラクションアトラクションっていうかやっぱり脳内麻薬的なね面白いイベントっていうのは たくさんあるようなんですけども、まあそちらに参加していただいたら面白いんじゃないかなと思います。まあ、私の何だろう、音声から発したものどっちかというとそのライングループに投げて、でテレグラムに投げて、テレグラム投げなかったかな、うん、投げたかな。ですごい魅力が23ありました。今はあのホリエモンのね。 フェイスブックのメッセンジャーグループですね。リエモン万博のフェイスブックのメッセンジャーグループ。ちょっと見ないでね。見るとやりとりがごちゃ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 するんで、まあまあ寝る前にこうやりとりを少しさせていただいて、まあ明日に備えるという感じでございますと。はい。で、まあそんな感じですかね。で、この本当にブラックスワンで、これ、もうちょっと落ちるかもしれないです。80万とか70万ぐらいまで。で、与沢さんの LINE かな。 で10万円ぐらいまで下がるよっていうのをチラッと見たんですけども、えー、っとね、すごいでしょこのぐらい来るわけですよ。バンバカバンバカ。この時間にね、皆様、仕事をやられててね、い、えー、る方なので、まあ、これがこのぐらい来るわけですよね。ちょっとまあ、有料のね、えー、ラインを見てみるかと。 ああやっぱ同じねなんかねへんてこなやつが来てるんですよこれえっ、ー、とまあビットコインの暴落だよっていうお話っすよねえー、18年の丸月〇〇日に某〇〇国の〇〇によってすべて仕組まれた罠だった、えー、ビットコインのビットコインが10万円まで怒涛のごとく大暴落その後二度と上がらない では、それはいつ実は18年〇〇〇っていうのが、なんかこれ、あれですよ。メールの、メールを登録すると、その先が見えるみたいなね、そういうやつですね。まあ、これは登録して見てみるといいと思います。これ、余沢さんじゃなくても、他のね、情報業界からも来てるんじゃないかなと思うので、ちらっとね、見てみるといいんじゃないかなと。で、あと、ノアコインについてなんですけども、結構なんかね、問い合わせが来てるんだけど、これ、あの、泉さん、直にね、 あの聞いいててみてください、あのー、ね今から、まあ、これ私の何だろうな動画の下には貼れないんだけど検索すれば多分出てくると思いますで泉さんの LINE に到達する方法ってのは泉さんのメールマガから多分そのまま入れるんじゃないかなと思いますで泉さんの「お個人質問 LINE 泉隆」っていうのがあるんでただしかごめんなさい えー、泉正さんの LINE 個人質問 LINE っていうのがあるんで、まあ、そこに入って登録するとここに多分行くと思うんですよでこれで入っていただくとでノアだと思うんですけども明日のねあ明日っていうか今からあ12時間後ぐらいに発表しますよって4話で会いましょうっていうことになってますんでで最終の動画がこれ来てるのかな最終の動画が来ててこれ第3話だと思うんだけどな まあ本当に今はビットフライヤーのアカウント作っといてよって、まあコインチェックがね、焦げちゃってるんで、まあまあ、それはあれでね、動いていただけたらな、いいんじゃないかなと思います。で、まあこれね、えっ、ー、と、2017年に5,500人以上を2兆5000、2017年に5,500人以上で稼がせたっていう実績があって、2兆5,500億円以上稼がせたよって。 人類史上最大のバブルに乗れる最後の方法を期間限定で公開してますっていうのはあるんですけどもこれあのこの今第3話ではこの詳細っていうのはわからないでも今までビットコインで何があったのイーサリアムで何があったのモレノでモナでどういうことがあったのっていうのをこの動画を見ると見れます。 うんまあ、私あの、泉正さん、信者でも何でもないんだけど、ただノアコインの可能性に惹かれてね、2000ドルほど、まあ、30万コインほど購入してるんですけども、まあ、これ、いやいのいやいの言われてますけど、まあ、上場するのは正直楽しみです。本当に、もう畑違いのね、土俵違いのところから、ああだのこうだの言われても話にならないんでね。うん、話にならないですよね。だって土俵に入ってないんだから。でしょうん。で、まあまあ、これは上場してから、カツンとね。 まあそういう上場してこうだよああだよっていうことをお話をしていきましょうというところで6月18日ねで多分これ今のね泉さんのお2兆5500億円かなあを稼がせたよっていうののクロージングっていうのはおそらくそこノアコインだと思いますだからプレイ私がプレ3で入ったのかなプレ3か2で入ってるんですけどもそうすると3か4ですよねプレ うん、だから若干高めにはなるんですけども、私であれば、ノーコインの単価、この前教えてって言われて、まあ、ツイッターの方でね、公開したんですけども、えー、と当時、えー、120円だったんですよね、120円単価で、えー、計算じゃなくて、今、1ドル108円単価にしちゃったんだけど、120円単価でも、おそらく1万取得単価が1.1円50銭ぐらいじゃないかなと思います。もっと上がるかな。 ももっと上がるかも 1, 1円、まあ,まあ、ね、0円だとして2000ドル貼ってで、まあ、万3十万3120枚持ってるんですけどもこれで割った場合に割った場合にですよ、えー、っと1枚単価が1円38銭なんですよ。うん 1> 1円38銭ってていう単価でで枚取得できてる正式に言うと多分1.6円くらいで取得なんじゃないかなと思うそこまで上がんないかな <laughs> なんでそんな感じの取得ですまあこれが別にまあ100円ぐらいになればいいんじゃないかなっていう感じで見てますはいまあいつ上がんのかっていうよりはまあ何年か放置しなきゃいけないのかな確か 年利で20%増えるっていうところが2回ぐらいあんだっけかな。なんかね、もう確約してるんですよ。そこの部分が。上場すればね。うん。まあまあ、そんな感じっすね。あと、確定申告のね、はがきがね、昨年、あ今年さ、昨日来てますね。一昨日かな。来てるので、まあ、これもあれですね。で、マイザーに関しては、これね、本当に、ちょっとね、少額で送金してみるといいと思います。 あのー、送金してみて自分で確認してねでお互い例えば私もね IC をまとめて買ったものってあるんですよでそれを毎朝でやっぱり飛ばさなきゃいけないんですよねトークンが発行された時にその個別でうんなんていうのかなあ買っていただいている方に分けなきゃいけないでその時にどうすんのっていうのを混乱しないようにね、えー、これはあまあ 個別で LINE グループを、そのね、グループを作ってやろうかなと思うんですけども、いや、これね、混乱するともね、みんなやったことがない人たちだと。私が送金するんでね、一回、あれって思った人が送金するから問題はないのかなと思うんですけども、はい。ね。っていう感じで動いてきます。はい。まあ、いろいろありますけど、 うーんまあ、ためになった話ってことで受けたのが1つあった LINE に入ってたんですけども、まあ、株の話がためになったって話だったんですけども NISA の,の話ですね多分これは株触ってないと分かんない話、まあ、これをしました。まあ、にん普通であれれば配当益益ののをを税金に抜かれるで売却益の20を 税金で抜かれるんだけど、NISA 口座に入れとくと、うん、プラスに上がった場合は、売却益も配当益も、そのまま100%もらえるっていう感じなんですよ。20%抜かれないで、まんまもらえるんですよ。うん、っていうのが、あまあまあ,あ、ありましたので、まあ、それがためになったみたいですよね。ただ、逆に言うと、損、う、失、ん、が出たときにいい、何も補填がないんですよ。うん、普通であれば、3年持ち越せるんですよ。 個人でも3年持ち越せる株だと。ね。会社であれば9年持ち越せるのかなうっていうのがあるんですけどもその損失を出した場合に不動産でもあれね結構始末が悪くて税金って全部部屋が違うんですよ。株の部屋があってう商品先物の部屋があって商品先物と株は一緒かなここよく分かんないな。私これ損失計上してないんだよな。忘れてた。 でそれ、あとね、先物、商品先物、日経先物、商品先物は別ですね。株と商品先物別、日経先物はどうなのかな。私もこれ、損失やってないんだけど、商品先物は損失計上したんだけど、もそれから触ってないでしょ。70万ぐらい負けたんですよね。いつだったかな。一昨年あの、ギリでね、100万ほど入れたんですよ。ギリで。本当にギリ。 うーん村田さん村田、ウルフ村田さんをつないでくれた、あなんだろうな、商品、先物を扱ってるところがあるんですよ。で、そこの方が、まあ、次に見に行ったときに、それ、どうか、ああだとか、金がどうだとか、プラチナがどうだとか言ってるからで、それは乗ったわけですよ。で、最初は正直乗る気はなかったんだけど、いや、結構強引なんですよ。どのぐらい強引かっていうと、東京でセミナーがあったのに、そのままね、 私の東海圏内までで来たんですよいついつ来ますねって言ってで約束されて結構強引ですよだから気をつけてください本当強引なんででやる気はなかったんだけど結局、あのー、情に流されてっていうかあまああとあと考えると、まあ、村田さんつな,いつないでいただいたんでっていうところがあってそれで自分で自己暗示をかけて納得したんですけども、うん、そういうことがあるんでね本当にそれは超強引ですよ。 で周りの人に聞くとうん結構やっぱり強引らしいですね本当にバブルを生きた人たちにその会社の名前を言ったらいやいやお前それひでえよってあそこひどかったぞと言われて、まあ、やり口っていうのは代々ね受け,付け,受け継がれるんでいくら順法順法って言ってても別にその法に触れなければいいわけですよ。 で、リスクがこういう、こういうことがある、こういうことがあるっていうんだけど、結局、審査を通すことしか、あの人たちは商売なんでね、やらないんで、ほんと、商品先物とかやめたほうがいいですね。税金がめっちゃ高いらしいですよ、あれ、利益が出ても。なんか後々聞いてみると。で、一回押し問答したことがあって、で、その時に正直に白状しちゃうんですよ。でも、その時は、私が結構もう負けてた。 30万とか40万とかやられててで金だとかプラチナに貼ってで最後、原油に貼ってで原油がまあ上がる方に貼って上がれば儲かる方に貼ったんだけどでそれでダメでで結局損失のその紙が送られてきてで今、口座にね1円とか10円しか残してなくてでそれを出したんですけどで株に入れたのかな株に,うん株に戻したんですよ。うん だから本当は安易にね株で儲かったからいいやみたいなふわふわした気持ちでいると本当そういう,う人たちに巻き込まれるんでそれは本当に人脈を作るのは人脈を作るので動いたらいいと思うんですけどもそういう人たちってのは本当にいるんでね血も涙もないっていう言葉を使えばいいのかなと思うんだけど向こうも商売なんでね本当に情に流されてちょっとでも流されたら向こうの人の思うつぼなんでね気をつけてください。うん でそんな感じでね、えーまあ、構えていく相場ってのは本当に鬼なんですよ本当、うん、今言ったようなことって普通にあるし私も体感してね初めて知ったんですけども本当に何て言うのかな血も涙もないっていう次元。毛いつも殺し合い殺し合いっていうのは私がそれで感じたんですよ体感したんですよで今暗号通貨市場に入ってる人たちだと正直レバーかけてないと分かんないと思うんですよ今回のはでも懲りたかな うん、ビットコインが240万からまあ今95万100万円割ったのかなっていうところでコインチェック上で推移してますよね、うん、っていうのを見るとちょっとは感じてるのかも分かんないんですけどもこれレバーかけたらダメっすよ本当に超危険っすよあのー、上も下もないんでねだから再現がないじゃないですかこれ商品先物とかあ日経先物も,も再現ないんだけどだからストップってないんですようん ストップロスを置くってことはできてもだから下がった時にそこで損切りをするよとかっていうロスカットをするよっていうのをすることはできても結局そっちの波に任せてるとそのまんま注文を入れないでおくと一回ポジションを取ってね下がっちゃったり上がっちゃったりしてねまあ商品先物なんかも上と下で取れるんでねうん上手な人は本当に1円動けば500円の儲けだから。 うーんまあ、日経先物か、日経先物ね、1円置くと500円の儲けなんで、あれもあれですごいですよ、FOMC とかね、だからあアメリカの方でうで、労働者がああでもない、こうでもないとかって出るわけですよ、月に1回とかかなで、それで相場がうわーって動いたりとかするんですけども、だああいうのも本当、殺し合いだなって見てて思いますよ。本当そう思いますよ、本当に下げすぎれば上がるんだけど、それうまいこと取ろうと思うじゃないですか。 も本当に短時間でパンパンパンってやるぐらいでしたらほんと数千数万とかね1枚でやって取れるんだけど欲書いてくんですよ不思議とでまあ3枚1日で取れた日があったんだけどどのぐらいだったかな賞味2時間かけないで3枚とか取ったのかな当時で1枚であれ確か取ったんですよで1枚でた取ってで今度欲が出るんですよ 2枚にしてみれたりとか3枚にしてみるとどうなるのかって言ったら3倍2倍になってくるわけですよリスクがね儲けも当然うーん儲けになるんだけど3倍2倍になるんだけどそれだけ取れないんですよね今度で今度損失が出ると枚数をそこで買い増ししてみたりとか逆にガーって2枚やって損失がほんと2万3万になっちゃってでやばいなって言ってそこで買い1枚下がったところで入れるじゃないですかでそこでまたずーっと下がっちゃって 本当にすぐですよ10万円とかなくなるのって、うん。まあ相場が程度落ち着いてるときはいいんだけどイベントでよく書いて入るとあっという間になくなります。10万だとかおそらく100万円とかでもあっさりなくなると思うんでこれはあのお遊び程度に10万円だったら10万円やってみて見に1枚で入るんでしたら見に1枚で10万円ですね大体、うん。原資は10万円くらい。 で、それ以上貼るんでしたら、本当に2枚、100万円で1枚って言われたかな。これは言われたことがある。本人に。うん。本人っていうか、まあ、こういうのもあるよって聞いたときに、100万円入れて、最初はミニ1枚からにしときなって。で、それで取れればあと枚数を増やせばいいんだからって。でも程度、欲が出てくるんですよ。負ければや負けたて、本当パチンコみたいな感じ。うん。本当にギャンブルな感じですよ。 どん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 追っていくんですよ。だから双方やってるうちに本当あっちゅう間に負ける。うん、商品先物じゃなくて日経先物はそんなにやってなかったんですけども、それでもやっぱりい、どのぐらいかな、半分、7万、20、30万スタートで10万円ぐらいやられたかな、もうさすがにその後、その、 前にやったのが商品先物だったんで、でその後に日経先物やってみて、やっぱダメだったんでね。うん、やっぱダメだったって、同じ人間がやってるからやっぱダメなんですよ。勝てない人間がやってるわけだから。でしょうん、簡単なんですよね。何が変わってるわけでもないですよ。で、自分のハードって変わってないわけじゃないですか。で、動き欲っていうのに勝てないから、結局負け続けて、負け続けるから枚数増やしていくでしょ。 どどんどんそのハードが同じハードがやってることだから逆をいかなきゃいけないんだけどね本当は負けてるんであればその逆をいけばいいんだけどまあ人間の心理としてえ大理なんですよで利益がちょっと出たら理覚するでしょでも損失がちょっと出ても損切りしないんですよでどん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 枚数を今度逆に増やしてどうなるのかっていったら死亡ですよねうん っていう感じ。これは本当にいっぱいやってきてる。正直ね。だから本当気をつけてください。うん。ね。えー、まあヒーロー買ったとかね。なんか、これ株若の人だな。株若の人がヒーロー買ったとかやってますね。えー、っていう感じで、まあこの,この辺で締めます。はい。で、明日は明日でね、また、あーどうなんだろうな。天気がどうなんだかよくわかんないし、まあ相場はどうなのかわかんないんですけども、うーん、まあ明日は明日のね、 えーまあ、風邪じゃないけど、まあ、やっていきましょうねえー、まあ落ち着いてで焦らずうで暗号通貨っていうのは今言った日経先物商品先物を株みたいなものではなくて今上がる市場なんでね本当にレバーをかけないでレバーかけちゃっちゃダメですよレバー絶対かけちゃダメあのー、本当にダメうん今の韓国の話じゃないけど8000万円の損失から上がった人もあ いるんだけどやっぱりいい、まあ、自害してしまうっていうその欲が出るって人間の脳みそっていうのはそうやってできてるわけですから存在利想なんですよ。ね利益をちょっとで損失が出てもうどん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 損失損切りができなくて、えー、いると。で私みたいにこう程度長期で構えてればいいですよ。長期で構えるっていうのはもうねあのー。 エイダーみたいなもう動かないじゃないですか、私。動かないですよ。まあ、私が動いてないかどうかっていうのは、正直音声でしかだ出してないんだけど、あのー、動いてないんですよ。まあ、ICO にバン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 張ってんのはあるんだけど、まあ、ICO に、まあ、数百万逃がしたぐらいですかね。うん。でも、エイダーには数スタート数十万なんで、うわ、すげえな。エイダーは50円割りましたね。ね。うん、まあ、買い値がね。 ほとんどの場合は6円、5円未満ぐらいで買って,買ってるんで、まあ、これでも120万ぐらい浮いてるのかなあ,あ、1200万くらい浮いてる。ですよ。まあ、これが本当に破壊力ですよ。で、これをただ分岐してるだけなんでね。全然怖くないですよ。もうだって元の分は i c o に振っちゃったんでね。でしょもう暗号通貨に全部入れた額の原子ぐらい i c o にもう振っちゃったんですよ、別のやつ。で、別の畑にそのぐらい入れてて、 でその畑以外にエイダがこれだけ利益が出てるわけですよ。すごいでしょでもこれがやっぱりね、早く入ったかどうかなんですよ。数円で買ってるのがこんな感じなんですよね。うん。わかりますうん。これがやっぱり破壊力ですよ。暗号通貨のね。で、これからまだまだ VV ブ行イブイくんで、えー、見といてください。 枝、ね、の価格もそうだし、えー、私が貼った ICO のねこれ上場したら話しますけどお面白いこれは面白いですよ面白いものに貼ってるんで、まあ、これの動向を見てみてくださいはいえー、っとあまあこれも余談になるのかなあのー、面白い話うんリスク分散で面白い話、まあ、人生のリスク分散として面白い話が1個あって サイバージャパンっていうのがあるんですよサイバージャパンで間違いないと思うんですけどもあれね専業でやってる人たちとん本業でやってる人たちがいるんですあれ専業でやってんのと兼業でやってる人たちがいるんですよだから専業っていうのはサイバーエージェ,エージェントジャパンで食べてる人たちとで,ではなくてうんとまあ兼業なんで、まあ、看護婦やってみたりなんかね、えー、接客をやってる やってみたりとかっていう人たちが夏場にね大体夏場なんだけど新木場東京新木場のなんかそういう部屋があるんですようんディスコみたいなねでそういうところで泡パ泡パーって言った泡パーティー泡でバーって石鹸水アフロマンとかねいるじゃないですかあとは TRF のねえー誰でしたっけ出てこないあの紙ドレッドの人もいたりとかするんだけどで ああいうイベントにね、専業じゃなくて兼業でいる人もいるんだけど、専業でやってる人たちの動きを見てると面白くて、日本っていうか自分の若さっていうものが需要あるってことをすごいよく分かってて、で、アジアの方にバンバン出てたりとか、あれは本当すごいなと思いますよ。それは本当人生っていう相場、自分の若さ、日本人ってすごい需要あるんでね、日本の女性で若い女性って言ったらめっちゃ需要あるんですよ。で、まあ ピシッとこう化粧もしてスタイルがいいんであればもう間違いないわけですよ。でその美貌をそのまま自分の価値として売ってる人たちがいてあれって本当すげえなと思うんですよ。何がすごいって若いのに自分の価値っていうのを了承してうんと動いてるわけですよ。なかなか分かんないんですよ。若さに価値があって自分の美貌に価値があるって。 でも自分の強みって最大限に生かしてる人たちっていうのはやっぱりいてでそこで生涯のうーん,なんだろうなお金って稼げると思うんだけどでああいう張り方ってすごいですよ若さっていうのは武器だしで日本人っていうのは武器だし日本の女性って本当武器なんですよ海外め,めっちゃモテるらしいんですよ、うん、アジア圏とかねうん。で であれはすごいなと思って本当自分の強みっていうのをどれだけ若い時に見つけられるかっていうのは人生を好転させるのがどれだけね早くなるかっていうのを証明してるような感じでねサイバーエージェントジャパンのね専業で動かれてるあのツイッターでフォローしてるとどういう動きしてるのかっていうのが分かるんでね、うんまあ、今日はなんかミャンマーに行ったとかなんか出てたんですけどもそのサイバーエージェントジャパンって個人で発信してる人たち個人の集まりなんですよ。 でグループが要はその夏場に泡パドとかねディスコだとかでイベントをやるんだけどでその掛け持ちでやるんでしょうね仕事、まあ、こっちはあ踊ってる人たちは踊ってる人たちで気持ちいいしで若い子が集まるからやっぱりいい男性はいっぱい集まるわけじゃないですかでそこで飲食の需要が起きるわけですよお酒だとかあ食べ物とかあエナジードリンクだとか、まあ、本当と朝まで動く踊るわけですよ で一回行ったことあるんだけど、あの、アワーパーティー。ね。あれ、本当にすごいなと思いますよ。うん。ね。えー、っていう感じでね、まあ、あの、余談でしたけども、こんな感じで、えー、動いてきますんで、えー、相場がね、2月はもっと下げるかもしれないです。ね。これ、忠告受けたのを、まあ、ちょっと甘く見てたかなって、まあ、動く気なかったから良かったんだけど、 でもちょっとね、100万円割ったっていうところを見ると、これ本気なのかなっていう感じが見えてきたんで、これどこまで下がるのか分かんないです。あとは、そのビットコインの立ち位置がひょっとしたら変わるかもしれない。半減期の話は2020年に半減期があって、ビットコインの価値が上がるっていう話はしてるんだけど、ただ暗号通貨ってのは、ん、地平みたいにすれないんでね、日本の。 だからじゃんじゃガじゃんじゃガ紙幣を振るすればどうなるのかって言ったら日本の円の価値が下がるわけですよ。わかります。単純ですよね。需要と供給,供給。キャベツがいっぱい取れてる場合は泉さんの話じゃないけど、キャベツがいっぱい取れれば豊作であれば、キャベツの単価をが上がる、下がるわけじゃないですか。で、1個何十円で売れてたら参るわけですよ。で、今みたいに本当、近所のね、スーパーなんか行くと1個300円とかするわけですよ。350円とかね。で、あれであれば農家さんも逆にね、 いい,いいと思うんですよ1個のキャベツであれだけの利益が取れるまあどれだけ取れるか分かんないけどでもそれをあれを本当に98円とかで売れる時は売れる売ってるじゃないですか毎,毎年大体ねでその値段でやられてたんだよまいるわけですよ、うん、まあ今春キャベツだからまあ時期外れだからねあれなのかも分かんないんだけど相場が上がってんのかも分かんないんだけどでもまあ,あそういう話ですよねでお金をするでしょ価値が下がるでしょ単純でしょ うん、でそれでないんですよね暗号通貨ってのは。枚数が発行枚数って、まあ、ビットコインであれば2100、まあ、21万枚っていう決まった数字があってイーサリアムも決まりがあってネムも決まりがあるわけですよ。それ以上の枚数は増えないんですよ。だから価値があるんですよね。うんなんでこの市場ってのはまだまだ膨らみますんでね。見といてください。面白いですから。ねがっちりとここで、えー、人生突き抜けますよ。本当にね。えー、全員で。うん 音声を聞いてくださっている方全員がね、今の人生のんレベルというか、自分のやりたいところまで持っていくと。でもう本当、時間を潰すのが大変だというぐらいまで持っていくっていうのが、その時間をとか、お金をね、儲けたお金、時間を分けてくれると。ジャングルの保全だとか、宇宙開発だとか、あるいはお魚大変だ、地球のね、に対しての、なんていうのかな、募金。 だとか、募金だとお金だけど、あと、募時間っていうのかな、自分の時間を地球のために少しね、分けてくださるという感じで振っていただいたら、ちょっとでもね、やっていただけたら嬉しいなっていう感じでおります。いてな感じでね、株の件なんかん結構ちょろちょろ、いろんなねえ知り合いとかもいりますんで,で、そこから情報を拾ってます。 で私が株は今のところ触ってないですほとんどね、えー、一昨日地盤ネットを買いましたけどまあまああれはニーサでね埋葬してるような感じで程度もうあれは、うん、チャートがもう,もう下でベタベタなんですよでベタベタで本当上がるの待ちなんでねまああれはちょっと買い集めてこうかなとあと不動テトラとかねああいうとことかあとはなんかあ全然今触ってないんだけど本当に今からのね GI にあったものを株のね LINE のグループから拾っていこうかなと思いますんでまあまあそれは株の方が今やるんであればっていうよりは私は今確定申告を落ち着かせてでまあ今であれば直近であればホリエモン万博に対して動きですよねで確定申告を落ち着かせてあと借金の値段取りをしてで準備をするとでどっかで下げ止まったところで買いをガバッと入れて。 まあ多分イーサリアムに貼るのかな。ビットコイン買って飛ばしてイーサリアム買って、で、借金をあっちゅう間に、えー、ね、えー、それだけをやると。っていうことは、あの、エイダの話に戻りますけど、エイダの価格が当初通りであるならばですよ、おそらくビットコインの価格が今年220万円って言ってたじゃないですか。あそこまで突き上げる可能性はあるんでね。 うん、で当初通りに動くっていうことをやっぱり動きって映画が出てるんであればひょっとしたらあるかもしれないです。 なのでそこを視野に入れててもいいと思うんですけどもわざわざビットコインとその価値がなさそうなビットコインにやるよりは今イーサリアム関連なんでイーサリアムにビットコインからシュッと送金で飛ばして海外の取引所でさっとイーサリアムを買ってまあマイイーサリアムに埋葬しておくのもいいしまあマイ,イーサリアムウォレットにね埋葬するのはいいんじゃないかなと思いますんでウォレットのね準備とかもしていいんじゃないかなと思いますよ。 うんまあ、今からが面白いですよ。ここまで下がったんであれば。まあ、うん、正直、コインチェックのあれが、番手、早くはけちゃって、で、バッて上がったので、まあ、不安は不安だったんですよね。もっとね、下がんねえかなぐらいな感じではいたんで、でそこをしっかり下げてくれたんでね、まあ、これは本当に私の悪運の強さなのかなっていう感じはあるんですけども、はい、こんな感じでね、見てきますんで、よろしくどうぞお願いしますと。それでは、素敵なコインライフをお送りください。